皆さんこんにちは。今週は不動産の山本です。今回はですね、皆さんにお知らせがあって動画を撮っております。この度僕はですね、山梨県の都留市というところでシェアハウスを始めます。今まで東京都内で15棟のシェアハウスをやってたんですけれども、初めてですね、地方にシェアハウスを始めます。今まではもう本当に東京都内のアクセスのいいところでシェアハウスをやろうっていうところだったんですけれども、今回はですね、山梨県都留市というところで、正確にはシェアハウスという共同住宅、アパート1棟を借りることにしたんです。今日の動画はなぜ地方なのか、そしてなんでここで都留市で始めようと思ったのか、これからどんなことをやっていくのか、っていうことを少し話できたらなというふうに思います。なぜ地方なのか、理由としてはですね、これから東京都内でシェアハウスを増やしていこうと思ってもなかなか差別化が難しい。何かっていうと、もうすでに割とその東京都内でシェアハウスをやってるところって毎年何件かは空くんですよ。東京都内の物件っていうのはそれなりに危機もあるし、どんどん増やしていくっていうことはできなくはないんですけど、じゃあなんかあそこの物件とあそこの物件ってどう違うのっていうことを結構言われたりとかですね、そういう差別化が難しい。そして今東京都内の賃料がすごく上がっている。もちろんなんか今やってるシェアハウスの近くでシェアハウスを今後増やしていくっていうことはあるんですけれども、新しく東京都の中でエリアを開拓してどこかに増やすっていうのは結構しんどい。例えば今品川と北千住と吉祥寺と神楽坂と三軒茶屋とあるんですけれども、まあやってみてる中でここをうちのいいところ比較的抑えたなっていう感じなので、次やるとしたらもう本当に立地がすごく良くて、ある程度部屋数まとまってるところで、挑戦してみたいなっていうのは思ってるんですけど、一旦都内はですねストップ。地方でやってみて正直成功するのかどうかっていうのは分かんないんですよ。これから地方で挑戦してみるっていうのは面白いんじゃないかなっていうことで、ノリと勢いで決めてしまったと。シェアハウスというよりもアパート1棟16部屋なんですよね。全部和室で、建物としても結構古いんですよ。山梨県都留市というところは人口3万人のところなので、本当にうまくいくのかっていうのはマジで挑戦ですね。しかも16部屋空いてるところを借りたんですよ。それだけ厳しいんじゃないかっていうところもあるんですけど、どうやったらうまくいくのかっていうところをちょっとやってみようかなというふうに思っています。都留はどういうところなのかというと、人口3万人に対して3000人の大学生がいるんですね。3000人、もう10人に1人いるんですよ。都留文化大学っていうところがあるんですけど、そういうところに通われる学生がいるので、今回はそこの学生さん、新入生はちょっと難しいかもしれないんですけど、1年2年経って大学にも慣れてきたなと、大学生だけじゃなくて社会人との交流持ちたいなとか、東京のインターンシップってどんな感じなんだろうっていうのを聞きたいなっていう方だったりとか、そういう方に向けた住居でもいいのかなと思ってたりとか、あとは割と今2拠点居住って結構多いじゃないですか。実際ですね、ここ家賃が22,000円のプラス水道光熱費、今年はそれで行こうかなと思ってます。本当にすごい安いところなので、ここで2拠点居住するっていうのはありなんじゃないかなと思ってます。水は美味しいし、温泉は出るし、東京からはだいたい90分ぐらいですかね。車ないと生活できないとは言われてるんですけど、僕なんかはよく自転車で温泉行ったりとか、中心部に建物があるので薬局行ったりとかご飯食べに行ったりとかっていうのは全然あります。ただですね、人口3万人っていうところなので、まあまあ田舎、その代わり空き地とかも結構大きいので畑ができますよとかですね、なんならもう16部屋あるので一つ共有部としてどっか潰しちゃってもいいのかなっていうことを思っています。これからどんなことをやっていくか、畑をやるとか、あとは最近こうエネルギーに興味があるので電気代を浮かすためにソーラーパネルを置いてみたりとか、あとはコンポストとか結構興味あるなっていうふうに思っています。こういうなんかエコだったりとかエネルギーだったりとか、こういうのが体験できるような建物として活用していくっていうことができないかなっていうことをぼやぼや考えていっているところ、実際はどうなるかはわからないんですけど、のんびりのんびりやっていこうかなと
ということを考えています。これからですね、こういうふうに2拠点居住を考えている方だったりとか、なかなか見てる方少ないかもしれないんですけど、鶴文化大学の大学生さんとか、もし興味があったらですね、気軽にご連絡いただければと思います。そしてシェアハウスを運営している方にはですね、地方でシェアハウスを運営するのがどういう感じなのか、今後動画とかでもどんどん出していこうかなというふうに思っているので、言っていただければと思います。現状は建物まだまだ古いので、 DIY をどんどんやっていこうかなと、壁を塗ったりとか、なんか物を置いたりとかやっていきたいなというふうに思っています。これからですね、だんだん暖かくなってくると思うんですけど、鶴、夏は涼しいいいところなので、すごくいいんじゃないかなというふうに思っています。ちょうど大月と河口湖の間ぐらいなんですよね。もし山梨県に来られる方がいたら、ぜひ一緒にちょっと遊びに行きたいなというふうに思っています。では今日の動画は以上になります。